じゃあそういうわけで本当に動くのかどうかと、はいはい、まあ、動かんかったらしょうがないので、まあ、動くんでしょうか一応やっぱお見せしとかないとっていうところで、はい、でセラアートなんですけど、まずこれ今エリート発売直後なので、セラアートの 2.1.2 という最新版以降じゃないと使えないので、はい、それを使ってください、はい、で、Mac の人はいいんだけど Windows の人に関しては Azure のドライバーというのが別であるので Azure のドライバーも入れてそれで初めて動くということで、はい、よろしいですかね、はい、はい、あとじゃあエフェクターの説明をいきますか、はい、とりあえずね、はい、はい、じゃあエフェクターはですね、はい、DICI だよねみたいなだよね、ディレイ、エコー、なんだろう、リバーブ、リバーブ、リバーブですね、これを僕がここに設定されてる、あ、ディストーションですね、ディストーション、これの頭文字を取ってるので、あ、そうなんだ、いや僕もそうかなと思っただけなんですけど、予感ビットクラッシュ、そうですね、まあそうですね、でもで、うん、オンにして、あ、ここですね、ビットクラッシュ、エコー、リバーブがこう出てると、あ、すごい便利じゃんこれ、オンオンして、ウェットドライですね、うん、で、まあエフェクトのビートですね、これが 1拍になったり2分の1になったりだとかの、はい、まあ例のやつですね、はい、であとは、これがエフェクトのオンオフで、こっちが、押してる間だけエフェクトがかかる、はい、ということですね。まあ、パイオニアだと、これが DJMS9 だとこういう風になってるの。まあ、これがボタンになったっていうことですね。はい。で、あとは？あとは、うん、エフェクトはそういう感じで、まあ、当然3つ同時掛けもできますね。できる、はい、うん、で、次ここが、まあ、ループですよね。うん、4拍で取って2拍にして1拍で、あ、ここへ持ってくる、うん、これ見やすいね、これ見やすいですね、うん、よく考えたわ、はい、うん、あ、もうあれですね、これがマニュアルで、うん、こっちはオンで4ビートですね、多分、うんうん、あ、4ビートで ここで指定したビート分拍分、まあ、いわゆるオートループそうですね、うん、うん、そうですね、はい、そういうまあループ機能があって、うん、あとはホットキューですね、うん、1個目ここまあ、全然いいですね、はい、うん、で、これはこれは例のフィルター的なあれですね、うん、サウンドカラー FX 的なやつなんですけど、うん、何色がどういう風なの、あ、ここに出る、ここに見えますね、まあ、基本的にここに全部情報出ます、はい、うん、でもデフォというかメインはここに関することでの表示になってるので、うん、押した時だけ結構変わるんですけど、またすぐ戻っちゃうと思う、で、ホワイト、うん、フィルター、赤がフィルターですね、うん、で、青はビットクラッシュ、で、黄色がフランジャー、うん、で、白はホワイトノイズ、あ、そっか、うん、こっちでやるといいね、こうやってね、そうですね、あ、そうですね、うん、うん、はい、うん、当然フィルター、あの、フェーダーも切れますね、うん、で、緑のカスタム、これが、うん、わかんないです。これは一回、まあアサインできるのかもしれない。そうですね。うん、はい、うん、
ちょっとそれは また説明書を読んでって感じですかね。はい、そうですね。まあまあ、大体そんな感じかな。まあそうですね。あとはまあ、例のシフト押しで、はい、まあ、サブメニューというかな。はい、そういうのも出ますし、あとパラメーターですね。はい、このスイッチもついてるという感じですね。うん、はい、まあ、例えば、この辺のスクラッチの高級機、例えば72だったりだとか、DJMS9 だったり、ミクサーズのデュオだったり、はい、あとまあ、ソフトは違うけど Z2 とか、はいはいはい、まあ、高級、まあ、うん。まあ、みたいな、スクラッチの2ちゃんの、ちょっとしっかりしたやつ、はい、と比べて、どんな感じですか？まあ、個人的にはやっぱりその、うん、フェーダーの切れ味とかすごい気になるので、僕は。うん、さっきやった感じだと、うん、本当に、リループは RMX90DVS、この4ちゃんのフェラットタイヤのミキサー、うん、もうすごいフェーダーの切れがすごく良くて、うん、音がもう0100、オンリーというか、もうパキパキっていう感じの音が出たんですけど、うん、これも、切れる、そうですね。こういう波がないというか、本当にパン、こういうパンパンした、うん、があるので、すごいやりやすいですね。これ今、キレキレモードにしてるのね。これ今、キレる。クロスフェーダーのカーブはね。なるほど。そうですね。うん、で、やっぱ、まあ、ちょっとここ広いですけど、でも、うん、この、一番こう、まあ、ターンテーブリストというか、そういう DJ とかが使いたいのはこの辺なんです、うん。で、パッドは多分これ、S9 とかより全然大きいと思うんですよ。大きい大きい。ですよね。うん、多分、セブンティーズより下手したら大きいと思うんですけど。まあ、おなじみのボタンだよね、そうですね。ね、うん、はい、うん。で、これが、ま、近くにあるっていうこと。うん、結構これ、ここまで、もう、一番よく使うのがこっちの中で全部収められてて、うん、この辺に何もないっていうのはすごく、うんうん、こうやると、あの辺のつまみがあると、ダメな人、ダメなんですけど、うんうん、ここにないっていうのはすごくいいし、うん、まあその分こっちに詰め込まれてはいるんですけど、うん、まあそうあってもらった方が、多分こうパフォーマンス的にはすごくやりやすいんじゃないかなっていうことは思います。うんうん、なるほどね、はい。この両方についてるディスプレイ、はい、これも意外といいよね。そうですね。パッと視認できるし、はい、まあ、パラメーターとかもすごい確認できる。あとはそのループですよね。うん、ね、ここもすごい、いいアイデアだなと。アイデア、いいですね。うん、思うし。はい、まあ、やっぱり相変わらずリループはなんか、愛情がこもってるなって感じしますよね。うん、そうですね。ということで、Welcome to the 8 Family です。そこで動くわけですね。そうです。そこでそうなる。はい。ということで、はい、ございまして。値段の方はまだ未定かな。ですね。はい。なんですけど、まあ、まあまあ、お買い得な価格になってくるのではないかなと。という噂ですね。いう感じはしますけどね。はい。USB2 個ついてるので。だから、なんか、普通にサウンドバーとか、そういうところでも全然ヒップホップ系とか、そうですね。サウンドバーとかに入れるの容易に想像できるし。はい。はい、まあ、音も当然全然悪くないので、非常にいいんじゃないかなと。はい、いう風ですね。値段次第だな。まあ、そういう感じでございます。はい。はい。じゃあ、そういうことで、まあ、どっかで触ってみていただければと思います。はい。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。